スが見えてるのね。今のタイミングが良かったですね、はい、ゾーン。危ないですね。ちょっと増田選手はもうカウントやめました。これはもうダメですね。今のはものすごいパンチでしたね。大本命と言われていました増田博正が初回 KO で敗れ